はい、ディープログラムのスキモなんですけど、今回はですね、結果を出しているクリエイターとかエンジニア、についてお話ししていこうと思います。ですね、周りでですね、実際に仕事を受けたりですね、案件で、高い評価を得ている、成績を叩き出している、まあ、エンジニアとクリエイター、どのような特徴を持っているのかというところについてお話ししていこうと思います。主な特徴が2つあります。1つ目がですね、手を動かしているというところですね。で、2つ目が、まあ、1つ目、まず先に語りましょう。1つ目が手を動かしているというところなんですけど、まあ、実際に手を動かして、物を完成させる、物を出すっていうところが大事になってきます。何が言いたいかというと、口だけでにならないというところですね。まあ、着実に、物事を進めるためには、まあ、手を動かして、まあ、書類を、まあ、作成したりですね、そういうところも大事になってきますので、そういうところに、を怠らない、ところが大事になってます。あとは実務ですね。エンジニアだったら、コードを書いたり、まあ、技術面についてアウトプットすること、ですね。まあ、クリエイターの場合、まあ、デザインだったり、まあ、建築とか、絵画とか、まあ、そういうのになってきますけど、まあ、漫画とかアニメーションもそうですね。まあ、そういうところになってきます。着実にアウトプットを出していくというところが大事になってきますというところです。はい。1つ目は手を動かすというところでした。で、2つ目がですね、ビジネスを否定しないというところですね。なんかビジネスってやっぱりなんか、なんかどどみど、うさんくささというか、なんか、なじみにくさというか、なんていうかな。なんて言ってるのかな。夢がないというか。そういうところがあるんですね。まあ、いい意味で言うと、地に足ついてるんですけど、そういうところがないというところなので、まあ、特に日本人、金銭忌避、お金に関する、拒否的な反応が多いので、そこに関して、否定的になる人が多いんですけど、まあ、そこを否定しないのが、ちゃんと、着実に結果を出しているクリエイターになりますと。あ、つまり、ちゃんと手を動かして、まあ、稼ぐっていうところに、もうちゃんとやっていくっていうところをやれば、その人自身で、あんまり苦労しないというか、理想ばかり追い求めてですね、話だけ上手くなっていくと、まあ、破綻してしまうっていうところがあるので、そうですね、財務の面でもそうですし、アウトプット、資料作成とか、そういう実務のところですね、を着実にこなしていくというところをやれば、まあ、結果が出てくるんじゃないかなと思います。はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。